マニア必見。ジムニーマイスターが教える新型ジムニーのツボ。開発コンセプト編。20年目を迎えたジムニー愛好者のためのバイブル、ジムニー天国が注目するポイントとは。鈴木ジムニーを 120% 楽しむためのバイブルとして、最新モディファイ&チューニングスタイルや最強カスタムマシンカタログなどを毎年お届けしてきたジムニー天国編集部が新型ジムニーのポイントを総ざらいする。開発コンセプト。鈴木は6月18日、20年ぶりにフルモデルチェンジをしたジムニー及びジムニーシエガの概要を発表。そして7月5日、正式発表発売となった。初代ジムニーは1970年に登場。その後、1981年に SJ30 をリリースし2代目へと進化。3代目となる JB23 ドジブ33は1998年に発売された。その後、20年にわたりジムニーは様々な改良を重ねてきた。その48年という年月の中で積み重ねてきた進化の結晶が、新型ジムニー&ジムニーシエラに凝縮されている。ジムニー及びジムニーシエラは、他に類を見ない小型本格オフローダーとして北米を除く世界各国へと輸出され、その累計は285万台にも及ぶ。ユーザーの中には、プロのハンターや林業従事者、さらには、山岳や極寒地においては、消防や警察、郵便など、官公庁で使用されている実績も多い。開発陣は、そんなプロユーザーに対しても、しっかりと使ってもらえる性能にしたと、胸を張る。概要発表会で、ある開発スタッフが、これまで登れた道は新型でも登れなければいけない、と言ったが、新型のコンセプトはまさにこの言葉に集約されている。鈴木のホームページには、先行してティザーサイトが公開されていて、そのボディ形状を見て先祖返りと思ったかもしれないが、それは違う。悪道での使用をシリアスに考え、世界のプロユーザーからの意見を取り入れてデザインした結果、オフロードカー伝統の形となったのだ。その上で、ジムニー伝統のラダーフレームと3代目正確には2代目末期から採用されている、で採用されたコイルスプリングサスペンションや三輪駆レイアウトを採用。さらに、環境性能にも配慮したエンジンや先進の安全装備などを装備することでジムニーを進化させている。類まれなる走破性と先進の装備を有した唯一無二の存在。それが、ジムニー、およびジムニーシエガ、なのだ。